ザブングルは、かつて、渡辺エンターテインメントで活動していたお笑いコンビ。1999年9月結成。名古屋 NSC5 帰省で、以前は別々のコンビで、名古屋吉本に所属していた。2021年3月31日解散。ツッコミ担当の松尾と、ボケ担当の加藤のコンビで、ネタは、漫才、コント両方を行うが、主にコント。元は、 コントのネタを漫才として使うこともある。2004年大会から M-1 グランプリに出場2007年大会で初の決勝進出を果たし、結果は6位だった。2021年3月31日をもってコンビが解散、松尾が芸能界を引退することが同年2月1日に一部で報じられ、同日所属事務所から正式に コンビ解散と松尾の引退が発表された。加藤は解散後も芸人の活動を続ける。松尾は芸能活動を引退し、お笑い芸人のセカンドキャリア創出などを掲げる株式会社お祭りを設立代表取締役に就任。2014年当時、吉本クリエイティブエージェンシー所属の入江シニアに誘われ、所属事務所に報告せずに仕事をする、いわゆる 闇営業で反社会勢力団体主催の忘年会にコンビで参加。入り江よりそれぞれ7万5千円の金銭を受領した。ザブングル側はそういった団体であるという認識はなかったものの、所属事務所の渡辺エンターテインメントはザブングルのこの行為をコンプライアンス違反と受け止め、2019年6月24日より禁止処分が下され、7月1日に 近親期間を同年8月末日までとすることが発表された。近親期間中はボランティア活動を行った。2019年9月1日より活動を再開した。解散時のレギュラー番組過去のレギュラー番組、テレビドラマその他の出演番組他多数過去のレギュラー番組その他の出演番組、松尾陽介に関するカテゴリー、加藤歩に関するカテゴリー、 ありがとうございます。